演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。いや、グリコの睡眠の質を高めるギャバチョコレートというものを食べたいと思います。こういう風になってる。これ夕食後なの、お休み前に3粒、いや寝る直前にチョコレートなんか食べていいのって突っ込みたくもなりますが、本当に効果あるのかな。まあ今日はちょっとあくまでレビューとレポートということなので寝る前ではありませんが、いただきますが、はい、中身はちょっとこんな感じになってますね。この辺りは通常のチョコレートとあまり変わらないんですね。ではいただきます。今回はいつもだと全部食べるんですけど、今回は推奨は3粒ということなので3粒だけ食べますね。それではいただきます。食べた感じはそんな風に感じるわけじゃないけど、効果あるのかな。ただ寝る前に食べるのはやっぱりちょっと抵抗がな。味はギャグと書かれている中で特に妙な味がするわけでもなく、濃厚な味わいのあっさりとしたミルクチョコレートですね。濃厚なのであっさりでどっちなんだって突っ込まれそうですけど、ただちょっとやっぱり寝る前に食べるっていうのは背徳感があるかなという気がしますので、どうかな、その点を考えるとこちらの点数とさせていただきます。寝る前以外にも食べたいというわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとってまだ早いわ。かがまうかな、サラリーマンと夏の夜、寝苦しそう。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日はおやすみなさい。